今回は、またセーニング編ですね。この 15% のセーニングか 40% のセーニングか、これめちゃくちゃ面白い結果になりましたね。はい、ということで今回は 40% セーニングと 15% セーニング、まあ、ちょっとさっきの写真とは逆なんですけど、まあ、これどうやって検証するんやってなるんですけど、まず40% の方がよく透けますよね。で、15% はあんまり透けない。ということで、透いた後の残っている毛で差が出てはいけないので、40% では2発ですね。で、まあ、ここが、頭皮、頭へとしたら、ここは上が頭へとして、こう今、下に降りている状態。だとしたら、ここに1発で 40% ですよね。で、残り4、まあ、100本あったとして、40% 入れたら残り60本ですね。で、60本に対しての、さらにこう2発目の 40% を入れるんで、かけることの4624%が、取られて、結局ここでは 64% 透けてるということですね。こういう計算方法で、やっていきます。となると、15% の時は、100本あったとして、残り 85×15% をした時がここで、それを繰り返して やっていくと、1,2,3,4,5,6、6発目に 62.3% 残るっていうのが分かったので、ここで、切った最終の毛が同じになるようにして、こう残っている最終的な毛の量ですね、が同じになるようにして、どんだけ、この違いが出るかというのを 40%vs15% ということでやっていきます。はい、ということで、ベースカットはもちろん左右同じでやってます。で、今これセーニングのところですね。ってことで、40% はもう一発で 40% も透けるんで、2発だけ。で、この、取ってるスライスとかは、両方同じ、左右同じに、スライスを取ってます。できるだけ。取って、左は6発、右は2発という感じでやっていきます。で、これ当たり前なんですけど、やっぱ2発の方が早く終わるっていうのもありますし、手間がかかるのはもちろん左の6発毎回毎回6発入れるのが手間がかかるんで、やっぱその分時間もかかりますね。その時間の差もちょっとまあ考慮して、で、またいつものに自然なスタイル、自然なスタイルじゃない、ノーセットドライヤーで、一般人とかお客さんが普通に乾かしたスタイルですね、とセットで、またセットも、まあ、今回はちょっとグリースっていうやつ使うんですけど、ワックスとグリースでちょっとツヤが出る感じで、まあそれもアイロンとかドライヤーで形作ったりとかせずに誰でもできる感じでやってますってことで、結果ですね、これが、ノーセットの状態です。まあ後でまたしっかりと2画面で比べるんで、ここはまあさらっと見てください。で、これが 40% ですね。まあこのセットしてある状態よりもノーセットがね、一番大事だということですね。で、今のが 15% のところです。はい。で、次。ワックスと、ちょっと今回はグリースで使いました。なんかこのウィッグちょっと、はい。後ろに全部、後ろ向きに生えてあるんで、ちょっとセットしづらかったんで、これが 40% ですね。もう普通に結構セットしたらやっぱ束出ますね。まあ、取った毛束に対して横に入れてるんで、束は、セットしないと出ないみたいな感じですね。で、これが 15%。結構差あるんですよね。差というか違いがあるんですよね。ということで、その違いをまとめるとこうなりますね。この左が、ノーセットの、状態ですね。ノーセットの状態での違いはまあほとんどないですね。やっぱ、この、最終的な残る毛の量とかは同じにしてあるので、あんまり違いがない。で、この中央のこのセットしてある方を見たら、結構違いがあって、で、束の出来やすさは、まあ、よく見ない限り、出来やすさほぼ変わりません。まあ、よく見たら左の方が出てきるっていうのはあるんですけど、まあ、そんなよく見ないとわからないんで、そんな普通にね、パッと見て違いあるかといったらないです。で、違いは何かと言ったら、左
左の方がね、細いタブができてるんですよ、めっちゃ。わかりますかね、これ。まあ、後で消すんですけど、この細い束がめっちゃあるんですよ。こっちは、なんか、太い束。ちょっと見にくいと思うんで消しますけど。って言われてみると、やっぱ左の方が細い束。で、右が太い束になってるんですよね。まあ、この違いかな。ということで、なんでこれができるか。ということで、左は太い束なんで、この毛束に対して、こうありますね。やっぱ、2発しか入れてないんで、こんだけ残ってるわけです。ここはもう脳好きな状態。これ、前の動画でもなんか言ったんですけど、ここはある程度空いてる状態。なんでするか、そうなんですね。で、ここは、ここの定位置に一発入ってくることによって、脳好きの状態が、脳好きの位置が低いんですよ。手からこう、壊れてるんですね。脳好きの状態低い。もう、脳好きはもう、ここだけみたいな。もう、脳好きここだけ。で、もうこっからもう、なんかね、微妙に太さが変わっていくみたいな。絶妙に少しずつ。こういう感じなんですよ。だから、脳好きの状態がありの、こう、束ができるという。ここは脳好きの状態が、もうこういう感じですね。ここに移行してきて、この束になる。っていう感じですけど、右は、脳好きの状態がもうこれぐらいしかないんで、脳好きの状態からもう緩やかにこう。で、この、すいてあるのも緩やかなんで、こう、細い束ができやすいかな。っていうのですね。はい。一応、この脳好きの状態が、ここの位置。みたいな、根元から好かれてるか、根元から好かれてないかっていうのが、このセットした後、ワックスをつけた後にどんだけ差が生まれるのかっていうのはね、今回の実験で発見しましたね。根元をすくことの重要さを分かりました。で、この写真を見るとやっぱ、この細い毛束、まあ、強引ではあるかもしれない。で、こっち太いですよね。束が。束が太いんですよ、こっちは。はい。ということで、40% セニングと 15% セニング。セニングの入れ方とかは両方横で入れてるので、入れ方に差はやってないし、本当にこの 15% が 40% だけの差って、これだけ太い束ができるのか、細い束ができるのかっていう差が生まれてました。はい。ありがとうございました。はい。ということで、ありがとうございました。知りたい情報とか、さらにやってほしい、検証等があれば、コメントをお願いします。はい、高評価とチャンネル登録お願いします。